皆さんこんにちは。ホジュラ写真家、タイムラプスクリエイターの成沢博之です、今日の動画はこちらですね。引き続きホジュラ撮影塾の DVD ですね、ここに収録されている動画を、ご紹介したいなと思います。今日がですね、ステライメージを使った加算平均合成の方法っていう動画ですね。前回紹介したフォトショップでの加算平均合成、あ、できるのねっていうのは分かったと思うんですけど、こうやってみると結構めんどくさいじゃないですか。それがステライメージだとワンクリックでいけちゃうっていう、まあそういう動画になります。このステライメージっていうソフトはですね、アストロアーツっていうですね、日本の会社がありまして、天文雑誌の星ナビとかを出版されてる会社さんなんですけども、そこで作ってる日本製のソフトウェアになります。一応リンク先貼っとくんで、興味のある方はぜひご購入ください。アドビのフォトショップって結構使ってる人多いと思うんですけども、まあ、こういう天体写真専用の画像処理ソフトに手を出すとですね、またさらにこういろいろ世界が広がるので、こちらも合わせてご紹介したいなと思った次第でございます。それでは早速動画に行ってみましょう。どうぞ。はい、続いてご紹介するのがステライメージという、天体写真用のソフトウェアになります。先ほど、フォトショップを使って、加算平均合成のやり方をお伝えしました。写真というのは基本的にこうランダムノイズが出ます。先ほどみたいに同じ構図で何枚も撮っていたとしても、1枚目2枚目3枚目には別々のところにノイズが発生しているんですね。なのでそれを平均化することで、ザラザラだったノイズがサラサラになって、一個一個尖っていたノイズが、目立たなくなるっていうのが加算平均合成の、メリットでした。で、さっきのフォトショップの、やり方ですと、枚数が多くなると結構大変なんですね。位置合わせとか不透明度の変更っていうのが大変なので、このステライメージっていうソフトを使うと、ワンクリックでそれができちゃいますっていう便利なソフトなので、これをお見せしたいなと思います。でまず起動するとですね、こう自動処理モードと詳細編集モードっていうのが2つありますので、自動処理モードにします。これがコンポジットをする画面になりますね。でまあ、いろんなこう難しい聞いたこともない言葉がいろいろ出てくるんですけども、ひとまず、加算平均合成のところを説明したいと思います。このライト画像を追加っていうところをプラスして、さっきフォトショップで、読み込んだ画像をですね、同じく読み込んでみたいと思います。で今読み込んでますが、実はさっきですね、処理した、フォトショップの方で処理した写真はですね、飛行機の軌跡とかが写ってるやつを全部抜いてました。例えば、千葉県とか、山梨とかで撮影していると飛行機はよく飛ぶんですね。なので、写真の中に飛行機の軌跡とかがよく入るんですけども、それを、さっきは使わずにやってました。まあ、それが、加算平均合成した時に、その軌跡もちゃんと合成されちゃうからなんですね。なんですけども、このステライメージの場合は、そういう飛行機の軌跡とかをまず排除してくれますし、色の違う、画像を、コンポジットしたとしても、ある程度こう、調整してくれるという機能があります。で今これ読み込んだんですけども、ちょっとこれモヤモヤしてるのはロー画像なので気にしないでください。ここ一番上のものが119秒84秒200120秒120秒、まあここからは120秒で撮影してるんですね。まあ最初の2枚はこれ露出どのぐらいすればいいのかなって多分探ったんだと思うんで、これは露出軸の力で排除しておきます。これチェックを外します。でここから今ライト18分の16ってありますけど、ライト画像っていうのは
コンポジットを加算平均合成したい画像ですね。この16枚のものをコンポジットします。ここをコンポジットにして、色調整に、まあ、今クリックしますけど、まあ、このまんまにします。で、方式にいろいろあるんですが、このシグマクリッピング、加算平均シグマクリッピングってやつが飛行機の軌跡を消してくれる加算平均合成です。で、この自動位置合わせ回転の計算にチェックを入れて実行を押します。はい、これ今、コンポジット中で加算平均合成中です。これ結構時間かかるので、枚数が多くなればほどこれ時間がかかります。これはこのまま、作業を終了するまでちょっと待ちたいと思います。はい、終わりました。今ですね、これ今コンポジット図に画像というのがここに出てますけども、16枚の写真が、加算平均合成された状態のものがここに今あります。なのでノイズがさら消えてサラサラになってますね。まあ、こういう風にですね、今だいたい15分ぐらいかかったんですかね、かかったんですけども、さっきまでそのちまちまと1枚ずつこう加算平均合成するときに不透明度を変えて位置合わせをしてっていちいちやったやつが、まあ、こういう風にここに写真を取り込んで、まあ、クリックすればもうこれでコンポジットが完成してしまうということですね。非常に便利なソフトウェアです。で、まあここからですね、実際私がやるときは画像調整パネルっていうのがありますので、これをクリックすると、まあ今この横構図で撮ってますけどね、縦構図の写真ですけど、まあ、横にしてやってますけど、この中間調っていうのを深めていくとですね、まあ、こういう風に淡いところが出てきたり、あとカラーでちょっとグリーンが強くなってしまったので緑に抜こうかなとか、でカラー強調っていうのをするとやっぱり彩度が上がります。でやっぱり天体写真の専用のソフトウェアなので、やっぱりこの辺のですね、ノイズ低減のかかり方とかはやっぱ普通の一般用の写真用動画が違ってかなり繊細にかかりますですね。で、私はですね、ここから、実際に、名前をつけて保存で、TIFF で保存します。TIFF 形式という形式で保存をして、それを、追加で Photoshop で、調整をかけていくような感じでやっています。今この名前をつけて保存になってますけど、はい、で実際まあちょっと今デスクトップに入れますけども、ここで TIFF ファイルっていうのにして、保存します。まあ、JPEG よりもですね、階調が広いので、画像の劣化が少ない形式で保存して、まあ、それをまた Photoshop で取り込んでというような作業をします。まあ、このままですね、実はステライメージも、別の、画像処理っていうのは実はどん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 できるんですけども、こういうふうにですね、別の画面が開いていろんな画像処理ができるんですけども、もう果てしなくいろいろできることがあるので、ここから先はちょっと割愛したいと思います。では、加算平均合成のやり方ですけども、このステライメージを使うととても簡単ですよというご紹介でございました。はい、お疲れ様でございます。以上でございます。今見せた動画は本当にステライメージの加算平均合成のところだけなんですけども、めちゃめちゃ深いソフトです。もっといろんなことができるんですよね。だからこれをきっかけにステライメージ学んでいって、天体写真の画像処理に活かしてもらえるといいかなと思います。昔私が天体写真始めた時って、このステライメージのチュートリアルってめちゃめちゃ少なかったんですけど、今ですね、いろんな YouTuber さん、天文系の YouTuber さんがこのステライメージを使った画像処理のハウトゥーっていうのを公開してくれてるので、だいぶね、見やすくなったかなって思いますね。で、残念ながらこのステライメージはですね、 Windows のみ対応となります。 Mac を使ってる人はですね、スターリースカイスタッカーとか使った方がいいのかな、まあアストラーズさんのソフトではないんですけどね、スターリースカイスタッカーというその3000円のソフトが Mac で使える加算平均合成のソフトなので、まあそれリンク先一応貼っときます。まあそれもご活用いただければなと思いますね。はい、それでは今日の動画はここまでになります。もうちょっとで、
この星空撮影塾の DVD シリーズが終わりますんで、もう少々お付き合いください。それでは次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。バイバイ。したっけねー。